どうもじさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうもじさまです。今日もガンダムバトルオペレーションネクストの実況していきたいと思います。今日はですね、ランクマッチシーズン17が始まりました。佐野マスラオダブロクアンタ、ダブロガンダムクアンタがもらえるイベントが行われております。はい、相手にちょうどですね、ダブルオークワンダがいますんでね、多分最速で撮った人じゃないかな。はい、動画にもアップされてますけどもね、まあ、クワンタでね、YouTube ですけどね、 YouTube でクワンタで検索して、で、あのフィルターで今日アップされた動画とかで引いたら見れます。はい、めっちゃ他人の宣伝してるけどね。味方追撃して、実際までやれてるから。あ、弾ねよいしょ、いい、あ、食った、動けねえ、いいね、いい、ループスの使い方がようわからん、久しぶりです。よいしょ、えい、硬いな、このループス、レベル6かな。味方がいない、いでてててて、なんとかなるかな。あ、いた、クワンタいた、クワン、えい、ダメだ、死ぬ、いで、今なんで受けたんだろう。はい、でもまあちょっと粘った分ね、味方が復帰しましたね。さあ、どうだろう、この試合はとても大変そうです。はい、よいしょ、いっ、あ、届かんか、リュナメス厄介やな、いっ、あ、届かん、即死したよ、まあしゃあないか、前出るのが仕事なんでね、多少死んでもね、味方の援護さえ強ければ試合は勝つことができると思います。中継も明け渡してないんでね、よいしょよいしょ、ちょっと遠いな、前出よう、ほら、当てて味方、あれ全然ヒットポイント今減らなかったな、よし、前出よう、遠い、届かん、これは届かん、あ、死ぬ、味方頑張って、もう他力本願でいいや、よいしょ、矢印が多いよ、矢印が多いよ。どう見ても多いだろ、矢印が。死ぬ、一発でも、エネルギー切れ、死んだ。ちょっと押されてきましたね。はい、矢印4本はきついですね。まあ、この間に味方がね、結構当ててくれたりしたら逆転の余地はあるんですけど、選挙を取られてないんでね、なんとかなりそうですね。選挙意識が相手さん低いみたいで助かりますね。よし、クワンタが全然見れてないんだけど、なんか動画で見た感じはちょっとペライというか、なんかデザインじゃないか、あれが安っぽかったですね、モデリングが、よいしょ、もう嫌や、いっぱいや敵。もういや、こんなん勝てや、こんなん無理やろ。もうよし、3回死んじゃったな、この感じやと肉壁もう1回やって死んじゃいそうな感じするな。え、もう4回死んねえのかな、分かんねえや、よし、おい、遠い、前出よう、前出よう、おい、よし、うわあ、よいしょ、800対3000か、ちょっと厳しいな、
ゲルググさん、どこ行くの？手伝って手伝って。あーやべー、周りに味方マジでいねえ。消えた。特殊移動で消えちゃうんですよね。あー、こんなに時間差であれなんだ。あ、何これ、ミサイルナイフみたいなポテクルや。あ、死ぬ。70しかねえ。さあ味方が助けてくれ。実様は逃げる、逃げるよ、こっからダメだ、死ぬ死ぬ、行っちゃダメだ、逃げる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 、ずっと逃げる逃げる。あ、勝った勝ったぞ、これほらはい、ということでね、50点差で勝つことができましたね。なんかすごいしんどい試合でしたけどもね、矢印多かったな。はい、まあ、ラグマッチね、あんまり前出て出たがらない人が増えたりするんでね、あのこういう肉壁の仕事って大変なんですけどもね、もうちょっとしっかり地べた這いずり回ったらよかったかな。ちょっとウィングゼロ最近乗りすぎとってジャンプする癖がついちゃってますね。あんま良くないですね。はい、あ、でもベベじゃないんですね。はい実様よりいい、まあいいや。はい、ということでね、ダブルオクアンタも見ることができましたしね、よかったんじゃないでしょうかね。試合も勝てて、おお、 ABC1 回も取られてないですね。はい、ということでね、きちんと機能できたのかな、わかんねえや。はい、ということでね、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。